話を聞いてはいかぬか。お題はいらない、聞くだけ得だよ。猟奇漂う怪しい話だ。名乗り遅れた私の名前は猫神博士と申すものです。貧乏なオタクの赤子を引き取る。手足外して人間バトルじゃ。ドドンできるよ、即席機械で。そんな子供を大量に作って廉価券売お安く売ります。心の友達あなたもいかがかな。パニックシティとなりました。年を向いたの子供たちに一体なんでこと。極悪非道もここまで来ると気持ちがいい。よかねえか。とともかくこの男の言い分が呆れます。綺麗は汚い、汚いは綺麗、主に交わればなんとやら。なぜ皆同じ形でなければならぬのだ。畏敬を拒む心こそ間違いだなどと自分で危険に作っといてよく言うよ。まあともかくこれが結構需要があるってんだから困ったもんだ。売る方もなんだか買う方も買う方だね。時の総理も困り果て、ついにとある政府の黒幕にお伺いを立てましたところ、そんな連中は船にでも乗せてどこか遠い国へ流しておしまいなさいと申されました。
で生きるんだ。それはきっと素敵なことなんだろう。サビの左手3つだけなら願いを叶えてくれる。君のために僕が命尽きたのを本当は悩んでいるんだろう。窮屈だろそこは。本を捨ててここへおいでよ。サビの左手3つだけなら願いを叶えてくれる。1つ目は君に信じ、2つ目は親のためでいい、3つ目も誰のためにつけ。刺さるの左手、本を閉じた君の右手で一体誰のために祈るの。Thank you.
な顔がパタリと倒れた苦笑いをしている。ファシズムの台頭を決めはじないか。 This is the pain。